はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時10分もうちょっと回りましたね。5月は30日の木曜日でございます。はい、ちょっと今日はね、ドル本が少しだけ動いてるんですけども、1379ですね。この辺でうにゃうにゃし始めましたね。ここで止まればまあまあいいんでしょうけど、ちょっとウォンが弱いと気になりますね。まあ円ももっと弱いんですけどね。さて、ですね、行きましょうかですね。これはですね、ロイターに昨日の午後6時31分に出た記事でして、焦点、中国アフリカで経済活動を再び活発化、一方的関係との指摘もということで、ちょっと読みますと、新型コロナウイルス流行で停滞していた中国の対外経済協力プログラムがアフリカを中心に回復しつつある。ロイターが分析した融資、投資、貿易データで明らかになった。中国はアフリカの近代化を支援し、ウィンウィンの協力を促進する方針を掲げている。しかし大部分がなお搾取的な関係にあり、つまり中国が一方的に利益を得るということですね。中国が唱える広域経済圏構想、一帯一路の理念に沿ってはいないことをデータが示している。某グリフィス大学のグリフィスアジア研究所によると、中国のアフリカ向け新規投資は昨年 114% 増加したかというのは倍以上だったということですね。エネルギー転換の転換と経済の立て直しに不可欠な鉱物に大きく注力していた。貿易に関しても鉱物と石油が大部分を占めた。アフリカ産の農作物や工業製品の輸入を増やす取り組みが行き詰まるにつれ、アフリカの対中貿易赤字は膨れ上がっている。かつてはアフリカのインフラ整備の主な資金源だった中国の政府融資は過去20年で最低水準にある。また中国が新たな投資手段として力を入れている官民パートナーシップ PPP はアフリカではまだ広がっていない。その結果、アフリカからの原材料輸入が中心となる一方的な関係が生まれ、植民地時代の欧州とアフリカの経済関係のような状態になっているとアナリストは指摘する。中国はこうした見方を否定している。中国外務省はロイターの質問に対し、アフリカには対外関係を発展させパートナーを選択する権利と能力と知恵があると回答。アフリカの特色に応じた近代化に対する中国の実践的支援を歓迎する国は増えていると述べたと。まあ以下続くんですけど、これくらいにしときましょうね。よいしょ。ですね、中国基本的にアフリカへの進出に熱心です。でなんでとこういう理由はですね、まず基本的にはね、資源なんですよ。鉱物資源です。その鉱物資源の安定的供給ということをですね、考えているみたいでして、ですね、いわゆるこう鉱物の採掘権みたいなものを取ろうとしています。で、あとはですね、ようわからんのですよ。例えば日本もアフリカに対して多少コミットをしてますでしょ。で、主に日本の場合援助なんですよね。で、鉱物にしたところでね、こう中国がやってるやり方というのはですね、いわゆる今までヨーロッパやアメリカや日本が行っていないところに新たにですね、こう自分たちの権益を作ろうとしてるんですね。で、それが果たしてうまくいってるのかというとですね、一つもうまくいってないと言ってもいいぐらいです。で、たまさかですね、まあ、鉱物を産する資源を見つけてもですね、なんか一方的にこう、中国のいいねで無理くり買ってるみたいなところがあって、中国のそういうやり方ってね、現地にね、一切恩恵を残さないんですね。どういうことかというと、例えばですね、何か鉱物資源がある、こう山があったとしますでしょう。そこにですね、中国から全てのものを持ってくるんですね。採掘の機械もあれば、運び出すですね、インフラを作るものもですね、で働く労働者まで中国から来るんですね。で、その労働者がですね、消費するものも中国から持ってくるわけですよ。簡単に食うものですね。で食べるものもですね、それを料理するコックも中国から来るわけですね。
だからこの一帯に中国村みたいなのができてですね、その中国の労働者はですね、たまの休みにですね、周辺をぶらつくぐらいなわけでして、そうしたらですね、現地の人がやっているこうマーケットから何かを買うっていうこともほとんどないわけですね。で、採掘したものはみんな持って帰るわけですね。これ現地の人からすると、何なんあの中国人たちはと思うわけでしょ。で、これはあんまり言いたくないことですけども、中国人ってね、そのああいうアフリカの人たちに対してものすごくなんていうか、こう蔑視するんですね。まあ彼らって、まあ、韓国の人もそうですけど、不思議なもんで、こう人類みんな平等という建前がないんですよね。自分たちの方が優れていて、お前らは下なんやということをあからさまに態度で示したりするんですね。いわゆるなんていうか、民主主義教育を受けていないわけでしてですね、なんて言いますかね、そういう精神が宿っていないわけですね。人類みんな平等という精神が宿っていないからですね、だから割と嫌われてるんですね。で、習近平の時代錯誤的なですね、発想もあると私は思っています。それは何かというと、かつて中国はヨーロッパに植民地支配をされたわけでして、まあそれがこう屈辱の歴史というふうに思ってるんですけども、で、ヨーロッパはアフリカやアジアをですね、植民地にしてですね、搾取したと。で、これからは俺たちがヨーロッパに代わってやるんやみたいなですね、そういう発想はあるんちゃうかなと。非常に時代錯誤的なんですけども、でもどれもこれもうまくいってるとは思いませんけどね。インフラ作るとか言ってこう一生懸命鉄道を敷いてみたり、道路を作ってみたり、港を作ったりしてるんですけどもですね、それでうまくいってですね、これ中国が作った鉄道でうまくいってんねみたいなのってほとんどないですよ。まあ今のところインドネシアのですね、高速鉄道は今のところうまくいってますけどね、あれでも投資を回収できないんちゃうかなと思いますけどね。まあまあそれは置いといてですね、まあ、スリランカに至っては港を作ったんだけどですね、回収できないからといって99年間咀嚼を してしまいました。あれだからですね、そういうこう植民地を増やしてるんちゃうかというふうに言われてます。それがだから至って評判が悪いんですよね。至って評判が悪く、中国からお金を借りた形になってるんですけどですね、だいたい返せません。だってその採算の取れるようなインフラを作っていないわけですから、返せないとですね、中国はそれを肩にですね、これは俺のもんやっていうふうに、まあ、契約にそう書いてあるらしいんですけど、それで取られてしまって債務の罠なんていうふうに言われてですね、欧米では至って評判が悪いわけです。ただ最近ね、お金がないみたいで、ここにもちらっと出てきてますけどもですね、昔ほど札束でこうなんて言いますか、現地にですね、こう札束構成をかけて自分たちの権益を築くみたいなことはちょっと薄まってきてるような気がしますけども、まあでも結局ですね、アホなことやってます、はっきり言って。私から見るとですね、アフリカに進出して一体何をしてるんやろと。で、一生懸命掘り出してね、持って帰ってもね、それ国際価格以下でね、入手できてるんかっていうと、なんかそうでもないエリアが多そうなんですよ。というのはね、アフリカだってね、美味しいところは大体最初にヨーロッパ人が開発して、その次アメリカ人が行って、で、日本人も行って、と。で、その後に来てるのが中国人なんですよ。だから美味しいところはあんまり残ってないんですよね。というか、もう苦しいところばっかりなんですよ。だから結局中国のアフリカ進出っていうのは今はまだですね、まあ、やってますけども、結局儲からなくって撤退したみたいな、そう なるんちゃうかなという気がします。習近平のですね、俺たちも植民地帝国作るんやという変な妄想から来てるところが半分以上あるんちゃうかなと。結局金の切れ目が愛の切れ目なんですね。だから成功しなければね、採算取れなければしゃあないでしょ。いくら中国人がやってきて、中国人が作って中国に持って帰ってもですね、そこでぶっ込んだ金を考えたら、国際価格で同じものを買った方が安かったみたいなことがあるわけなんですよ。そうしたらアホなことしたってことになるわけでしょ。まあ、中国のアフリカ進出って大体そうなってるんちゃうかなというふうに私は思いますけどね。はい、搾取してると言うても現地から見ると搾取であってですね、僕らから見るとアホなことやってちゃうのということではないかなと私は思っています。一応このロイターの中国アフリカで経済活動再び活発化というのをですね、アドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。